化粧品やシャンプーなどは目に入ってしまうことを想定して安全性評価が行われています。ここでは実験動物を用いない簡便かつ迅速な試験法、ビトリゲル EIT 法について紹介します。化学物質の目に対する安全性評価はウサギを使って行われてきましたが、動物愛護上の問題から動物を使用しない代替法の開発が世界的に進められています。農研機構では動物実験の代替法を開発することにとどまらず、より精度の高い評価試験を実現することを目指して培養モデルを開発しています。従来の試験法では化学物質を暴露した後の角膜構成細胞の生存率、あるいは摘出した角膜の変性や混濁などを指標としていました。この方法は判定までに時間がかかることや弱い刺激性は検出できないといった問題がありました。そこで私たちは化学物質を暴露した後、より早い段階で起こる上皮バリア機能障害の程度を指標とすることで、化学物質の目刺激性を短時間で高感度に検出する方法を考案しました。この試験法の特徴を紹介します。利用するのは膜状の新素材コラーゲンビトリゲル。これを足場にヒト角膜上皮細胞を培養することで、ヒト角膜上皮組織によく似た約6層の細胞層を構築することができます。この構築した培養モデルは上皮バリア機能を持っています。コラーゲンビトリゲル膜は容易に凍結切片を作成できるため、免疫組織科学的な解析に適した素材です。構築した培養モデルではヒト角膜上皮組織に特異的な5つのタンパク質の発現が認められます。次に構築された培養モデルにおける上皮バリア機能の障害の程度を測定する方法を検討しました。上皮バリア機能の障害の程度は経上皮電気抵抗値 TER 値といいますが、これを測定することで判定できます。 TER 値が大きいことはバリア機能が高いことを示しています。そして TER 値が小さくなることはバリア機能が低下したことを示します。4種類の化学物質を暴露した後、 TER 値の経時変化を測定しました。 0.2% 水酸化ナトリウムは強い刺激性を示します。これを暴露した培養モデルでは TER 値が暴露直後から急激に低下しました。 10% エタノールは弱い刺激性を示します。 10% エタノールは40秒のタイムラグの後、 TER 値のわずかな減少が認められました。そして刺激性のない物質である 10% トゥイン20を暴露した培養モデルでは TER 値は減少しませんでした。化学物質の刺激性の有無のみならず、強弱に応じた TER 値の経時変化パターンが計測でき、化学物質の目刺激性を評価できることが明らかとなりました。このような科学的知見を背景にして、農研機構は国立医薬品食品衛生研究所、関東化学株式会社と共同で、ビトリゲル EIT 法を開発しました。2019年6月、ビトリゲル EIT 法は OECD テストガイドラインに収録されました。国内外で安全性の高い化粧品などの開発に活用されると期待されます。ビトリゲル EIT 法の実際の方法を紹介します。コラーゲンビトリゲル膜を貼ったチャンバー内に HCT 細胞を播種した後、液層で2日間、その後気層液層界面で4日間培養することで角膜上皮モデルを構築します。この角膜上皮モデルに濃度 2.5% ウェイトパーボリュームに調整した化学物質の溶液を暴露します。 TER 値を3分間測定します。次にビトリゲル EIT 法による目刺激性の判定方法を紹介します。
化学物質暴露後の3分間 TER 値を測定した後、 TER 値の経時変化をグラフ化します。次に経時変化のパターンを解析します。最後に解析結果を判定基準に従い評価します。以上のようにビトリゲル EIT 法は簡単・迅速に試験を行うことができます。